弟くん、あれ今日早いのだっていつもこんな早い時間には出ないでしょそうわかった行ってらっしゃい 弟くん大丈夫かな,なんか嫌な予感がするなだってこんな早い時間にいつも起きないしうーん私あんまりこういうことしたくないんだけど今日はお仕事休んで弟くんを見守ろうかな えっと GPS だと弟君はここにいるはずなんだけどあ弟弟君だん誰かを待っているのかな男子友達だよねそう絶対そうあれあの女 弟くんに近づいていってるあままさかとは思ったけど女なんてたぶん彼女よねあいつ弟くんに悪い虫がついてたなんてあー考えただけで頭痛い弟くん あんな笑顔…高校生になってからは全く見せてくれなかったあいつのせいだったのね許さないよいしょっと。 弟くん、彼女本当にいたんだ私のことだけ見てればよかったのにやっぱり外の世界は危険ね前にもあんなことがあったし弟君をこれ以上危険にさらすことはできないわね弟君ごめんね おかえり。今日も夕飯できてるわよ。ささ、早く手を洗って。あ、うがいもしっかりしてね。よし、よくできました。どう今日のごちそうすごいでしょ。う。私、頑張って作ったのよ。何しろ弟くんのために。ね 冷めないうちに早く食べよっかじゃあ手と手を合わせていただきます <laughs> いい食べっぷりね弟くん今日の学校生活も楽しかったそうよかった。 そういえば、弟くん、彼女さんはいるのへえ、いるんだまあ弟くん、もう高校生だしそりゃあいるわよね私ずっと弟くんを見てきたそれで感じたの 私は弟くんのこと世界で誰よりも好きだってそれは弟としてじゃなくて一人の男性として間違ってるのは分かってるのけど私じゃダメかな私が弟君を 養い続けるからだから弟くんは私と一緒にずっと暮らしてほしいのあんな女なんかより私と私と付き合ってよそうすれば君も幸せになれるよなんでそんな顔してるの 私と一緒にいれば、それでいいじゃない。逃げても無駄よ。すぐに分からせてあげる。弟くんどこにいるのかなもう暗くなってきたし、早くお姉ちゃんと一緒にお家に帰ろう。 弟くん見つけた私が気づかないとでも思ったそこにいるのずっとわかってたよまったく弟くんは私がいないと本当にダメなんだからさあおうちに帰ろう。 ただいまーじゃあ私の部屋に行こうさ入って入って弟君今日からこの部屋で過ごすんだよ弟君が学校行っている間に準備したの手錠と足かせつけるよ。 抵抗はしないでね。私スタンガン持ってるからはいいい子いい子よし早速だけど一緒に寝よっかもう夜だしさね 弟くん私怖いの君が私の前からいなくなりそうで両親が離婚してお父さんに引き取られたけどお父さんはいつまでも帰ってこなくてそれで君が お父さんを探しに行こうとして行方不明になったの覚えてる家に帰ってきて弟くんがいなくなってた時すっごい寂しかったその時に分かった私は弟くんがいないと生きていけないって まあ君が無事に見つかってよかったんだけどねでもやっぱり私弟くんまで失いたくない分かってくれるかなごめんねこんなお姉ちゃんで。 間違ってるのは分かってるんだけどねんお姉ちゃんありがとうそんなこと言わないでよこれからはお姉ちゃんと一緒にいるよそっか そう言ってくれて私嬉しいよありがとう弟くんまた明日もあさってもその次の日もずっと一緒にいようねおやすみ